演武開演。どうも、本日は、いや、11月の上旬ですが、もうそろそろあっという間に年末になってしまいますね。年末年始、大変なものの一つが、そう、年賀状です。今日はそんな年賀状の強い味方を紹介したいと思います。こちら、デジプリさんというサイトです。こちらのサイトで年賀状を作っていただくことができるので、私も作っていただきました。それがこちらです。柄はいろいろ選べて、私はこのような柄にしました。全体映せないので、ちょっと映っちゃいけないものが入ってしまって、いえ、もうあっという間に来ちゃいますから。これ以外にも様々なテンプレートがあり、写真を入れられるものも多くありました。これでお任せして出す、そういうのもいいかもしれません。あと、こんなものも入ってました。これにお年玉を入れてあげてくださいということなのでしょうか。なんだかもうお正月が来たような気持ちになります。先生、この年賀状欲しい人、もし出してほしい方がいたらコメント欄に来てます。そんな方はいないか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。